はい、今回は京都水族館にやってきました。目的はこのアザラシちゃんです。最近アザラシ幼稚園っていうのはすごく流行ってて、ずっとそれ見てるんですけど、ちょっと実際に見てみたいなっていうことできちゃいましたね。でこれがペンギンですね。なんかこの水の感じ、すごい琥珀と連想してしまいませんか。依存症ですね。やっぱり水族館といえば、この大迫力の なんだっけ水槽です。で、これ謎の3列、仲良く並んでるペンギンさんと、絶賛感も起きてるの、ちょっとボイ立派なね、ペンギンさんがおりましたね。かわいい。で、これがクラゲゾーンで、なんだっけチェリーボールフィッシュみたいな。で、これが、えっ、ー、と、イルカショーですね。正直一番楽しかったかな。でもなんかあの、ちょっとカメラワークが悪すぎて、 飛ぶ瞬間のところはちょっとうまいこと撮れてないって意味、ね。2週目ですね。頭からつま先まで舐めますように写真を撮らせてもろてます。かわいそう。熱量がすごすぎるクラゲのシークイーンさん。おもちゃみたいじゃないですか。これって赤ちゃんらしいです。ちっちゃい。これはなんかアシカショーやってて、すごいかわいいお姉さんとアシカですね。 でこの風鈴めっちゃいいなと思って買おうと思ったら申しなぎれにした。え、ちょっと気になってた雑ペイさんちょっと履いてみようと思ってみましたね。いかにはコーヒーの豆が売ってました。で、これなんかどれがおりものでどれがおりもんじゃないのかちょっとよくわからなかったんですけど、すごいあの全部あの一つ一つ丁寧に作られてて、あのマウンネダも結構するので、まあちょっとあの品貧乏な私には買えないですけど、 ね、ちょっとカフェ行こうと思ったらあなくもなんな曇りになってきたんでちょっとやめて帰りましたね。充実した期日です。